人、物、金をテキサスへ CCM のルークです。今回は日経金融プラスで金融部長川南武さんの記事トランプ選風阻む選挙マネーウォール街も赤から青を紹介させていただきますアメリカの中間選挙は 与党民主党が大敗を免れて、トランプ旋風の再来は不発に終わったと言われています。異変があったのは、オリンピック並みの巨額のお金が動く選挙マネーだと彼は分析しています。経済界はトランプ派を嫌って献金先を民主党に移し、それが予想外の 共和党の苦戦につながったとしています2024年の大統領選挙も、まあ、この選挙マネーで混戦が必至ということですね選挙資金動向を調査している非営利団体のオープンシークレットによると今回の連邦議会選挙の献金総額は 民主党候補者が14億3000万ドル。日本円で約、えー、2000億円。共和党が11億3000万ドルとなったということです。今日のサムネイルに、共和党が上院下院、両院を制した2016年、今52%が共和党に選挙マネーが回っていたんですけども、 それが今流れは明らかに逆転しているということがわかると思います。トランプ派の候補者、例えばネバダ州の上院議員選挙では共和党のラクソルト前州の司法長官が敗北しました。選挙資金を見ると民主党現職のコルテズ・マストが5200万ドル、 それだけ集めたに対して、ラクソルトは1500万ドルと圧倒的な差がついていました。ラクソルトは熱烈なトランプ支持者で、バイデンが勝利した2020年の大統領選挙を認めないという方針をとっていました。ESG、いわゆる環境社会、環境社会、企業統治ですね。これを重んじている大企業は、 彼に選挙資金を出さず、民主党のコロテズ・マストが162万ドルを得て、ラクソードとはたったの15万ドルと10倍以上の開きがあったんですね。アメリカのこの選挙というのは一大ビジネスです。中華選挙の総コストは連邦議会と州を合わせて、 167億ドル。まあ、日本円で約2兆3000億円ということで、東京五輪、まあ、オリンピックの時のコストが約1兆4000億円でしたので、まあ、それをはるかに上回る巨額のお金が選挙集会であるとか、テレビのコマーシャルに投じられているんですね。連邦下院選の勝敗を分析してみると、 勝った人の96%は負けた人よりも多額の資金を選挙戦に投じていました。候補者の資金力というのがまさに選挙戦の勝敗を決すると言っても過言ではありません。ウォール街のような伝統的な献金元というのが、えー、共和党を離れているわけですけれども、代わりにイーロン・マスクとかですね、 フィンテック業界などの新たな選挙資金の担い手が今どんどん生まれています。例えば、オハイオ州の上院議員選では、トランプが推している共和党の新人、J.D. バンスが番狂わせの勝利をされました。このバンスというのは、貧困白人層の生活を描いたベスト,ベストセラー、ヒルビリー・イレジの著者なんですけども、 カリスマ起業家のピーター・テイルさんが資金を教室して大逆転をしたんですね。ちなみにピーター・テイルさんはペーパルの共同創業者なんですけども今回の選挙に3200万ドルも出しています。このようにアメリカの選挙はお金がかかるというお話を今回はさせていただきました。以上テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。